メダルは2001年にオーストラリア政府が制定した勲章。この勲章はオーストラリア連邦の結成100周年を記念して制定され、オーストラリアの社会や政府に貢献した人々に授与された。この勲章は1901年12月31日以前に生まれ2001年1月1日の連邦100周年の祝いを迎えた100歳後への長寿の オーストラリア国民にも贈られた。叙勲候補者の選定は、歴史学者のジェフリー・ブレーニー教授が座長を務めた委員会に委ねられた。授与総数は15,841人であり、うち1400人が100歳超えの長寿者であった。メダルの表面には、6つの州と準州など、その他の領土の連合を象徴する七棒星のコモンウェルススターが描かれている。 星の中心部には、オーストラリア大陸内陸部のアボリジニの伝統的文様が描かれている。メダルの円には、100個の点が配され、連邦の100年を表している。裏面には、七防星と、ホーコントリビューションメイドツーオーストラリアンソサイティーという文言が刻まれている。略樹樹に用いられる色は、連邦を表す、シンク、21世紀を表す青と金である。 金とシンクの合わせて7本の線は各州、地域の連邦への歩みを意味している。略樹と樹は同様の配色となっており、いずれを着用しても受賞者であることが容易にわかるようになっている。ありがとうございます。